非常に不利なんですよ。そんな選手私見たことない。今日一郎選手には何をこうあげたいと思います。いや、大あっぱれですよ。あっぱれ10個あげたぐらいの気持ちですよ。ちょっと飛び上がりましたよ。朝ですけどね、やったーという気持ちになりましたよ。野球界のご意見番、張本勲さん。現役時代の安打数は3085本、プロ野球の通算最多安打記録です。イチロー選手のバッティングについて。我々バッターはね、ボール1個でも後ろから遠くから見たいんですよ。その間ボールを探して打ちに行くんですよ。彼は逆に前に行く。前に行くと非常に不利なんですよ。そんな選手私見たことない。しかし彼は前に行きながらも、まあ、あれだけ動体視力というかね、反射能力というか、これ天性のもんなんですよ。まあ100年は出ないと思いますよ。その上でピート・ローズ氏が、日本のプロ野球のヒット数を加えるのはおかしいなどと否定的な見方を示していることについては。ガーツと入れますよ。何を言っとるんかということでね。ですから、君はアメリカの新記録の星やと、しかし日米通算世界記録はイチローだということぐらいしっかり認識してくれと、いつまでもそんなこと言ってんじゃないと。大喝を入れますよ。おめでとうというのは当然ですがね、やっぱり日本プロ野球界をこれだけね、全世界にこう、日本おろか世界にの新記録をね、達成してくれたということは、全世界に届きましたから、まあ、ありがたいと思いますね。こんばんは、ニュースウオッチ9です。一郎選手、ついにね、やりましたね。見事なあっぱれですね。そうですね、チャンネル間違えたかと思いましたけど。でも本当に世界に誇れる記録ですよ ね。 そうですね。日本時間の今朝入ってきた知らせ、喜びは各地に広がりました。イチローが成し遂げた偉業。チームメイトは。ピート・ローズ、man, that's something unbelievable.His work ethic is undeniable, and you know, I'm happy for him. もう43歳、そういうふうには見えないんで、まあ特にそれで試合、横で試合見てたらすごいなと思います。イチロー選手をリスペクトする後輩選手たちは、よろしくお願いします。はいはい、すごいって言っちゃいけないのかもしれないんですけど、同じバッターとして。客観的に数字を聞くと、もうすごいとしか言いようがないです。毎年同じような成績を出すことの大変さっていうのは、やっぱ僕らが想像しているよりもすごいことなんだろうな。イチローさんのようなああいう一本一本の積み重ねをですね、自分もしっかりとできるような、選手にこれからも、なっていきたいなと思います。で、僕は子供の頃から憧れてた方がね、今も現役でまだヒットを打ち続けてるっていうのはね、本当に信じられないことだと思いますし、尊敬する、みんながね、尊敬する選手だと思います。イチロー選手が出身地愛知県で毎年開催してきたイチロー杯。これと、あともう去年の優勝チームのキャプテン石田博隆さんは、超人だなと思いました。努力をしなきゃいけないと、そのしいけないとおっしゃれていたので、その努力をしていい選手になれるように頑張ろうと思いました。イチロー選手の恩師、愛工大名電高校の元監督中村武さん、活躍はまだまだ続くと断言しました。ライト戦に行ったやつには、まあ、取り上がらだったね。
あの体つきとあの脚力はまだまだ 4,5 年やれますよ。日米通算で大リーグ通算の最多安打記録を上回ったイチロー選手、街の人はどう感じているんでしょうか。めっちゃ嬉しいです。ブルーウェーブの時から応援してたので、もうストイックな姿勢がねすごいなと、自分もそういう42歳になりたいですね。まあ、年齢じゃないんじゃないかなと思う、心で勝負してる世界なので、まあ、そういったところは見習いたいなと。感動しました。腐らずに、もう僕もすごい仕事してて嫌なことありますけれども、頑張っていきたいと思います。偉大な記録を成し遂げたイチロー選手、その過程で残してきたのは印象に残る言葉。僕はなんかいろんなことに向き合うたびに自分の弱さしか感じていないんですよね。それは面白いなと思います。ただそれと向き合おうとする自分がいることは確かですね。それを強さというなら、ひょっとしたらそうなのかもしれない。歩みの始まりは24年前のオリックス。独特の振り子打法で3年目から7年連続の首位打者、そして目標だった大リーグへ。まあしっかりと見ていてくださいということですね。マリナーズでヒットを量産し2度の首位打者に。巧みなバットコントロール、 It's like a magic wand in his hand。 そして俊足を生かした内野安打。その裏には独自の打撃哲学が。まあ、目に見えない部分というのは今の僕にとってかなり大きなものを占めてるんで、目に見えるところにあればそれほど難しくないですよ。見えないから難しいですよ。貫いてきたのは徹底した自己管理。妥協を許さず自らに課したルーティンをストイックに繰り返してきたのです。2004年、シーズン最多安打記録を樹立した時に残した言葉。やっぱりちっちゃいことを重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道なんだなというふうに感じてます。そして3年前、通算4000本安打を打った時には、まあ、4000のヒットを打つには、まあ、僕の数字でいくと8000回以上は、まあ、悔しい思いをしてきているんですよね。まあ、それと常に、自分なりに向き合ってきたことの事実はあるので、まあ、誇れるとしたら、まあ、そこじゃないかな。己と向き合い到達した世界の頂き。今日イチロー選手が語った言葉とは。まあ、僕は子供の頃から、まあ、人に笑われてきたことを常に達成してきてるという、まあ、自負はあるので、日本で首位打者を取って、で今度、まあ、アメリカに行くときに首位打者に、まあ、なってみたい、まあ、そんな時もやっぱり笑われた。でも、まあ、それも2回達成したりと、まあ、常に人に笑われてきた、まあ、歴史が、まあ、悔しい歴史が僕の中にはあるので、これからもそれをクリアしていきたいという思いはもちろんあります。
今言葉を聞きながらここからもため息が漏れてましたけど、本当に一言一言が深いですよね。でもそれはその毎日の積み重ねから出たそのイチロー選手にしか言えない言葉なんだなっていうのを改めて感じますね。そうですよね。やっぱりあれほどのこう偉業を成し遂げたねイチロー選手にしてもね、やっぱりその言葉の中からこれ悔しさとかね失敗とかそういう言葉が出てきてね、やはり それでそれをバネにねこう自分を奮い立たせて頑張ったっていうところですよね。これ他のスポーツ選手もそうでしょうけど、やっぱり僕らにとってもね励みにもなるし勇気づけられる言葉ですよね。そうですね。私今日球場で取材してきたんですけれども、まあ、プロ野球選手の中にもですね恐れ多くてコメントなんかできませんっていう方もいました。まあ、ただそのイチロー選手の記録をこう思い浮かべながら遠くを見つめるような表情ですとか、こう高揚した声なんかからもいかにすごいことなのかというのを少し私も感じられた気がしました。さあ大リーグ3000本安打まではあと21本です。